涼子ちゃん？実は私見ちゃったのよね、雪平くんがまとめ買いしてるとこ。1パック106円の激安特売卵。え？特売の卵？まずいぞ。エリナ様は幼少期から高級かつ厳選された食材にだけ囲まれて育ってきた。もし安物の食材を口にしたらお体にどんな異変をきたすか。君の用意した卵が高級なウコッケーランやブランド卵とも違うことは食べた瞬間に分かったわ。一般家庭の食卓で出されるレベル、高級美食とは程遠い。なのにピョ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 。どうしてどうしてここまで繊細で深い味わいが生まれているの。ビヤヤ冷凍することで卵に起きる変化だけど、もう一個利点があるんだよ。それは君が持つ風味の濃度が一段深まることだ。風味の濃度ですって？鶏卵は凍らせることによってタンパク質がギュッと固まってゼリー状になる。するともちもちプルプルクリーミーな食感になって、特に黄の風味とコクがぐっと濃厚になるんだよ。つまり卵を凍らせることがこの天丼のうまさの最大のポイントなんだ。たっぷりかけたのは雪平特製ブレンドのうまみ抜群甘辛だれ。鰹だしをベースに醤油はみりんで濃いめに作ってある。これが卵にもご飯にも合わないわけないんだな。ただしコクの強すぎる高級卵を使えば丼全体がくどくなっちまう。まさかそれで。そう、冷凍卵の食感とコク、そして特製ダレの濃厚感、この両方を生かすにはむしろ淡白な卵こそがベストなのさ。そっか、特売卵をチョイスしたのにも理由があったのね。さすが相馬くん。思い返せばあの時お前が出したお題も卵だったからな。俺たちの因縁にケリをつけるのにぴったりな品だと思わねえか。